はなんと私の先生の佐藤文太先生がゲストに来ていただきました。ありがとうございます。 Hello, hello. どうも佐藤文太です。はい、一番皆様にあのコメントをいただくのはどうやったら綺麗な音が出るのでしょうということです。その3つのポイントですね。で、一つはその篠笛の角度、ちょっと待って、まあ角度じゃないや、ちょっと間違えちゃった笛の位置ですね。はい、位置。それから息の角度、それから息の質、どういう息を出すか、その3つですね。で、まず私がすごいいつもと思うのは、先生の、まあ、こっちで言うアンブシャーなんですけど、この形ですね。その最後にこう取っとくね、ちょっとその口何にもやってないように見えるんですけど、どうしてそんなことができるのでしょう。普通はあの横に、はいはい、っていう吹き方があの教本でも多いんですけど、そうなんですよね、私もそれを見てそうやってたんですよ。それだと、出せる音の種類が少ないですよね。津軽の笛の吹き方でもあるんですけど、はい、音色を豊かに、いろんな音をあの出さなきゃいけないっていうふうに、津軽では随分こうお師匠さんから言われまして、はい、そのために必要なのはやっぱり口の周りの、筋肉を柔らかくして吹くというのがすごく大事だっていう、うん、あのと教わりました。で、私が住んでるのはここです。青森県まさかりの形をしている。青森の中でもこの辺りを津軽地方、津軽って言います。はい、そこから生まれた笛を先生はもう7歳ぐらいの時から、秋の行事の笛を吹き始めまして、はい、はい、もう40年近くになります。津軽三味線って日本の三味線の中でも随分こう特徴がすごく多い、全然違いますよね、演奏法で。でも、もともとはあの日本にある、演奏法を青森に持ってきたらあんな感じになっちゃったっていう、あ、それぐらい文化の濃い場所が青森県なんです。そこであの生まれたあの笛の文化っていうのも当然、あの非常に濃くて、密度の濃い、青森県らしさがたくさん出ている、はい、地域なので、それであの他の地域とはちょっと違う吹き方が、はい、あの主流になってきたのかもしれません。それが一番、はい、あるのは指が速く動くことと、アンプシャー の、はい、あのブレスの出し方で、音を豊かに出そうっていう、はい、方法が他の地域にもたくさんね、素晴らしいあの曲も演奏も、奏法もあるんですが、津軽らしいこの特色ある、吹き方が生まれてきたんだと思います。そのアンブシャーは本当に関わってるのがその角度ですね。こうやって下に綺麗に行くようにあの、アンブシャーがあると思う。はい、
次はじゃあ笛の位置、ペットボトル、ペットボトルですねで飲む位置、あ飲む位置ほんと近いですよね。飲む位置が一番あのドリンクが入ってくる、はいはいはい、ってことはあの一番ブレスが穴の中に入っていく場所、そうですね、だからこの辺で飲まないですよね。そうですよね、まあ普通はねこの辺で飲む、大体この辺で、そうですね、この辺にあると入れると息が真ん中にストンと、はい、ストンと入ると、ここに当たらないとあの音は出ないんですけど、はいはい、でも、ここに当たるのはあの音を出すきっかけであって、はい、ここにボリュームが隠されてます。そうなんですね、なのでここのボリュームを増やすためにが全国的、日本の国内でも、はい、我々が使っているこの長い笛を太鼓と一緒に演奏する地域っていうのは数えるほどしかなくて、はい、もっと皆さん短い笛で、はい、太鼓の周波数に負けないような高いところで音を出す、はい、ことが多いんですが、はい、この登山林ってお囃子だけは、津軽の方でもこの長い笛を使って、はい、太鼓の周波数帯と被るところがあるんです、はいはい、なので音が消えないように大きな音を出さなきゃいけない、はい、じゃあちっちゃい笛を使わなかったかって多分こっちがかっこよかったんでしょう。そうですね、そのブーッとバーッていうのは味も好きなんでしょう。なのでそれがあのまあブレスのその多く中に入れる、元となったと思うんですけど、入るよな、ここだと入らないので、そうですね、じゃなくてもっとここにつけて、この穴の真ん中を狙ってあげる感じで、はい、はい、ほんと近いですね、はい、これが吹く穴だとするとこんな形で入ってしまうと、うん、ここの部分は何も使わない音になってしまうので、そうですね、こういう形ではなくてこんな形で入れたいんです。あー画期的ですね。いやいやこういう感じのブレスが出てくれると音はすごくあの私はよく出るなというふうにあの認識してます。この矢印息の角度もこんな感じであの穴に向かってまっすぐですね、90度になるよ、はい、穴に向かってまっすぐ入るような感じにすると、うん、あのよく音が出ます。ゆっくりした息を、はい、あのずっと出していくと肝の中が共鳴します。
揺れてくれるので、あの指にも振動が来るような、そういう吹き方になります。そういう息ですね。っていう息で、絞ってしまうとこういう音になって、早い息なので、口を緩めてな、まっすぐ、ってやると全部が揺れます。吹いてる時に特に音が出なくなったりして、あ出てこないと思うと、もう押し始めてどうにか押せばどうにかなるみたいな、で吹いてやればどうにか音が出るような気がしてくるんですけど、それはもう逆効果もいいところですね。じゃあ、力ずくで吹くと耳に痛い音が出るので、そうそうそう、なのでなるべく柔らかく、温かい声で、あらあらっていう感じの声はやっぱり聞きたくないので、はい、優しい声を、みんなに届けてあげた方がいいと思います。はい、わかりました。それではどうもありがとうございました。はい、また呼んでください。はい、また絶対来てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さようなら。さようなら。